まあ、そんなこんなでね、世の中ねふざけてますから、性感染症でコロナ蔓延ですよ。それをなぜか飲食店ばっかりに押し付けて、言わないんですね。パチンコ業界もね最初言われたんですけど、裏で強いドンがいますから、誰がドンなのか分かんないですけど、原発と同じでね、経団連のドンみたいな強いのがいますから、言えなくなっちゃうんですね。飲食店組合っていうのはこうあんまりにこう何て言うんですか、こう拡散しちゃってて人がね、だから弱いらしいんですよ、そういうこうあれが。まあどっちかっていうとやっぱり独立してる感じのね人が多いんじゃないですか、そういうそういうね、だから、だから怖いんですよね。私も狙われちゃうようなことばかり言ってますけど、だけど結婚した人は結婚できる社会にしてくださいってことなんですよ、言いたいことは。そのためには男性も女性ももう一途なね人を思ってくれる人がいればっていうことなんですけど、今そういうこうスケベなね悪さする男と悪さする女がこう牛耳っちゃってるんですね。こうだからこう男性と女性のね未婚率なんかも一致しないんですよ、1対1の出生率だとしても。男性の方が多く生まれるのか分かんないですけどね。だからなんでね、いろんな朝ドラにしてもね、そういう水沢あきにしてもね、いろんな経験をした水沢あきさんにしてもね、まあなんでしょうかね、日本の男に騙されて外国人と結婚したら離婚しちゃったみたいなね。ただね、子供たち2人はねハーフとして頑張ってるみたいですよね、なんだか、なんだか分かんないですけど、そういうね、なんちゅうのかな、とにかくだから世の中悪くしてるのはそういう不倫とかそういうスケベな男や女で、だから風俗業にしたって女をこう道具にしてるのは風俗業の人たちみたいなもんで、そういうのをフェミニストとかなんだかこう人権とか言う人たちはそっちの方をなぜか悪口言わないですね。企業には守られてるから企業の悪口も言いませんよね。でちゃんとして頑張ろうっていう家族とかそういう夫婦とかの方が本当に幸せをこう弱いながらもね、強い方が助けたりっていう不平等ながらもね、そんな良さがあったのに、平等だ企業社会だ70超えても死ぬまで働こうとかね AAO とか言ってるわけですよ。だそういうのは騙されるので、だから本当はねコロナで引きこもってても生活できるだけのベーシックインカムがいいですよこれ。勤労の義務なんかありますけど、ロボットを作ってくれる人がガーってやっちゃえばガーってできちゃうんですから。で交換の道具で金がやっぱり必要ならしょうがなくて、まあそれでだからね、露骨なのはね子ども食堂とか言って実際に助けてんでしょうけど、食べればなんとか生きられるんですよね。だからそしたら国が税金とか取っちゃって生きらなくしちゃってるとか、だから夜逃げの方がまだ自殺よりはいいですよね。めんどくさいでしょうけどね、ほんと大変なの。何なんでしょうかね、大嘘ですよね。だって金で人間死にませんよこれ。だからって好き勝手してねこう何ですか、なんか100万1本100万もする何ですか、なんとかペリー、分かんないですけど、こうなんかよく分かんないですけど、こうたった支配で夜も眠れずみたいなものね、こうシャンパンでこう上からこうやってこうやってこうトリクルダウンみたいなね、なんだか分かんないようなね、お日様もね私をこう刺してきてくれましたんで、まあそんなことでね、だから年の差婚でもいいじゃないですか、60歳が40歳の人と結婚したったって、でそれで体外受精でね子供ができれば、いいじゃないですか、それで恋愛してね、別れちゃう人ね、子供だけ欲しいっつったらおじさんの方が早く死んじゃいますからそしたら24歳のね女のね、女の方が道徳的だとか言われたりするようなレッテルがね、82歳のじいさんがね
ホテルの中で殺されちゃうとかねするわけですよ。それからね、64歳差じゃないですかね。だけど加トちゃんはね、あの、の奥さんはねしっかり頑張ってるってことですから、そんなら60と40、20歳とか15歳差なんてね、うん、それ分かってほしいから、うん、でそれであれですよ、あの、分かんないですね、マッチングアプリもね、なんだか女の人なのに社長です医者ですとか言って500万600万くらい年間稼いでますって人が、でそれで顔も美人なのに婚活やってるっていう、わけわかんないですよこれ本当に、うん、そういう人にこねればいいんですからね、揉み手してね、わかんない、わかんないので、もう30分超えちゃったかもしれないんで途中で途切れてるかもしれないですけど、まあ、ここら辺しますけど、一番大事なのは一人の男性と一人の女性がもう特定のね一組として二人だけがねこう生涯こう愛し合う、本当に思い合ってね、うん、心配し合ってね、子供を二人三人とこう、作るっていう、うん、だって子供がね欲しいのにこう体外受精とかしてもできなくて涙を流してる人もいるんですから、それなのに子供いらないよとかね、リンクスとか結婚子供いらないよっていうの人はある意味おかしいですよ、うん、柳沢大臣がね昔のね白鸚大臣があの産む機会って言いましたけど、機会っていうのは性格だし産むってことは大事なことだし、全然産む機会って言われた方がよっぽどあれですよ、誇りですよ。今なんかね産まない快楽主義者になっちゃいましたからね、うん、機械以下だと思いますよ。機械にはだって助けられてるじゃないですか、なんていうかねえ、まあなければなくても生活はあったかもしれないけど、車だって暖房冷房ね、もう寒くてこう凍え死んじゃうのが暖房のおかげで生きてたかもしれないですよ。それ機械じゃないですかね、エアコンっていうのはね、うん。